ちらかというと振りが全体で入るよりもサビのところからまず始まったじゃないですか、はい、あちらのサビのところから始めて本人たちにこう教えになられた時にこの振りに対してのポイントとかなんかこう可愛らしさとか何かそういうテーマみたいなのがあったんですかね。はい、ありました。今回は可愛らしさとファニーさ、ファニーさって難しいんですけど。このまっすぐ女の人として綺麗で美しくて魅力的な女の人っていう一面と、だけれどもまだ年的にも20になるかならないか、それかもっと下なので、そのポップで明るくて楽しそう、元気っていうの、そのミックスをサビに関しては目指しました。一番なんかこのサビのところで先生の中で気に入ってるというか、本人たちにやらしてみて、あ、よかった、可愛かったなと思われたことってなんかありますね。もう言ったら全部ですけど、はい、でもあれですね、頑張る私のところはやっぱり表現、気持ち込めやすい箇所でもありますし、セクションとして、はい、私踊りもそれに沿いやすくできたなとは思います。みんなもとても可愛くなった、はい、頑張る私のところで諦めてるんですよね。横ずあ、横すみません。横から横からのこれですね。縦からの横。縦からのすみませんでした。もう怒られてます。角度を意識したっていうところで、角度が命の振りがありまして、さっきも紹介したところですけど、頑張れ私、ここか。負けるな私っていう振りがあるんですけど、ここはもう全てが角度がちょっとずれたら一気にこう、これが何でしょうね、ちょっとずれたら女さが減るというか、その角度を気にしてでは本番に向けて気持ちよく、本番ではとにかく、ステージに愛されて、ステージを愛して、そして観客ファンの皆さんを愛せるように、パフォーマンス、自分のやることっていうのはそれまでに消化して、自然と出てくるように持っていければいいと思います。私みんななら、必ずそれができると、まだ浅い付き合いがもう分かるので、お互いに注意し合い、でもその注意し合ってあとは愛も忘れずに、はい、いい空気を保って、チームなんで一人じゃないので。いい空気を作って、いいパフォーマンスを作って、お客さんを感動させてください。